ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは大石卓球場の林コーチです。林コーチは全日本卓球選手権の60代後半の部門で3位に入賞した素晴らしいプレーヤーです。林コーチは千葉にある大石卓球場でレッスンをしています。レッスンの詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは、ほぼ動かないで勝てる3つのラリーのコツについて解説していただきます。この内容はシェイクとペン両方が使えます。林コーチは現在66歳でとても強いベテラン選手です。林コーチは普段から小さいフットワークでラリーを勝てるように研究しています。今回はフットワークを小さく使いながら相手を追い詰める方法を林コーチが詳しく解説してくれます。フットワークを使うのが難しい方やフットワークが遅くて悩んでいる方は必見です。私たちは卓球技術動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では林コーチのレッスンを見ていきましょう。こんにちは。今回は、ラリー中のコース取りをします。シェイクの方でも参考になるんじゃないかなと思います。一つ目はバックにボールを、相手の体の真ん中にボールを集めて、それから相手のミドルにボールを集め、そしてミドルからサイドに、相手を普通のバックではなく、バックだけではなくてミドルを混ぜて攻撃する練習です。ロングサーブからの技術です。いきます。バックバックだけだと相手にコース取りが分かってしまうので、やっぱりミドルを攻めてから両サイドに振るっていう、バックに攻めてからサイドに振るっていうのが必要な一番大事な技術だと思います。2つ目は相手のドライブを広角にバックとフォアにこうつなぐ技です。でボールのフォアにやるときにはボールの内側を捉えます。でバックにやるときにはボールの外側を捉えて、ボールが広角になるようにしていきます。
両サイドを飛ばすことで相手が広角に動くことで私が前陣で相手をこうサイドに振るっていうことですね。では先ほどもやりましたけど、やっぱり両ストレートにボールを今度広角にまた同じように回します。内側ですね。内側を捉えると、内側を捉える。こっちね。ボールがこうやっていくように。そうするとボールの回転が内側の回転軸の方が小さいので打ちやすくなるっていうか。影響削る。うん、そう。で真ん中で今今度取ってみます。真ん中で取るとボールがこう上にこう上がっちゃう。だけど内側で捉えるとボールが簡単に入る、簡単でもないけどこう入りやすくなる。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。